はい、いつも YouTube をご覧の皆さん、福原美穂です。今日はですね、私のおすすめソウルアーティスト5選5人ちょっと皆さんに紹介したいなと思います。今日はもう新人ではないんですけど、本当にここ数年ぶわっと出てきたアーティストをちょっと紹介していきたいと思います。まずですね、私も彼の名前は知ってたんですけど、ちゃんと音楽アルバム出てるのちょっとミスして聞いてなくてですね、去年 のクリスマスライブの時にファンの方から CD 久々になんか CD のプレゼントをいただいて、ジョン・バッティステというアーティストなんですけれども、アメリカのサウス出身のアーティストで、私とねほとんど同い年なんですけど、彼はなんかねテレビ番組 の音楽監督やったりとか、映画の音楽サントラも手掛けたりしてるんですけれども、ジョン・バティステというアーティストで、ジュリアード音楽院で博士号を取った後に、スティービー・ワンダーとかスティービー・ワンダー、プリンス、あとウィリー・ネルソン、いろんなアーティストとですねこうセッションして、世界中でこうライブをやっているようなアーティストなんですけれども、初めてなのかな、ジョン・バティステ自分のソロアルバムを出して、でそのアルバムをファンの方にいただきまして、もうジャケットもね赤でもう強烈なもう印象に残るジャケットなんですけど、音楽内容が本当に素晴らしくて、この10年ぐらいもう本当に素晴らしいアーティストアルバムいっぱいあったんですけど、なんかいろんな音楽をこう総集編というか、本当にいいところ取りの、作品だなと思って、アルバムも素晴らしくて、彼の歌声も素晴らしいし、ソングライターも全部アレンジもですね本当に素晴らしいアーティストに出会いました。ジョン・バティステというアーティスト、皆さんぜひ聴いていただきたいなと思います。今年のグラミー賞11部門最多ノミネートということで、これかなりのね、今アメリカもそうですけど世界中が注目しているアーティストでございます。はい、そして2人目ですけれども、マディソン・ライアン・ワードという女性アーティストなんですけれども、最初にSpotify のプレイリストで聞いて、うわーと思ってすぐハートマークをつけて、でいろいろ調べてたらですね、彼女も最近この数年ちょっとこうデビューに向けて頑張ってたんですけれども、もともとねバレーボール のプロ選手だったということで、なんかそういう映像もでなんかこうねYouTube で調べたら出てきたんですけど、そこからすごい声がねものすごい渋くて、顔はものすごい美人なんですけど、この声とこのギャップ、顔とのギャップ、あとは楽曲もね、リック・ルービンというプロデューサーが、プロデュースを手掛けてたりとかして、いろいろちょっとサウンドも面白くてですね、私が最近注目しているアーティストでございます。マディソン・ライアンはぜひ聴いてみてください。そして、3人目、ヨラ YOLA ヨラというアーティストなんですけれども、この人もプレイリストで私は引っかかってちょっとうわーっと思って聞いたんですが、 UK 出身、ブリストル出身の38歳ということで、結構こういろんなキャリアをねもうすでにイギリスでもこう構築している方なんですけれども、グラミーもノミネートされてまして、ベストニューアーティストね2年前のグラミー賞に、ノミネートされたアーティストなんですけど、マッシブアタックとか、あとはUK のバグズインザアーティックって、今も活動してないんですけれども、こう音楽プロデューサー集団があって、そういう本当に UK 結構音楽シーンがこう小さいので、すぐいろんな人たちとつながれるようなね国だったりするんですけど、そんな UK ブリストルから出身で、今アメリカで、在住して活動しているヨラというアーティスト、この方もねなんかね、なんていうんですかね、こう60年代のソウルアーティストの音楽聴いてるのかなっていう、ちょっとこうタイムスリップしたような、歌唱力もそうなんですけども、楽曲のアレンジもすごくなんか私が育って聴いてきた懐かしいソウルミュージックの、匂いがして、すごく好きなアーティストです。ヨラ、ぜひ聴いてみてください。次はですね、サン・リトルっていうのかな、息子のサンですね、サン・リトルというフィラデルフィア出身のアーティストなんですけれども、彼は結構アコースティックギターで自分でこう弾き語りするようなアーティストなんですけど、この方もねなんかね声がねものすごい渋くて、マディソン・ライアン・ワードみたいにこうなんていうのかな、こうギャップですよね、こう見た目とこの風貌と声のギャップがすごいあるアーティスト で割と、ソウルミュージックな声なんですけど、すごいチルな曲を歌ったりとか、すごくアレンジもソングライティングもすごい好きなアーティストです。はい、そして第5
5位5位でもないんですけど、最後はですねフォニーピープル、フォニー PPL、 フォニーピープルというバンドで、あのブルックリン出身のヒップホップネオソウルバンドなんですけれども、このバンドもね、なんかすごいファッショナブルなバンドというか、かっこいいですね。最近、まあ、バンド系があんまりなかなか出てこないなと思ってたんですけど、このヒップホップとソウルがねこうミックスしたバンドで、やっぱアメリカっぽいこの先端行ってる感じの、サウンドもものすごいファッションな感じでかっこいいんですね。で、まあ、ラッパーがいて、バンドも全部そのバンドの中で完結してるという、なかなかね結構コラボするパターンはあるんですけど、こういったバンドの、スタイルというのはなかなか最近ないので、ちょっと注目しているバンドでございます。ということで、今日はですね、5人、紹介しました。ジョン・バティステ、それからマディソン・ライオン・ワード、ヨラ、サン・リトル、そしてフォニー・ピープル、皆さんもぜひ、聞いてみてください。素晴らしい音楽にたくさん触れられたらなと思います。はい、いつも福原美穂の YouTube チャンネル、ご覧いただきありがとうございます。いいね、シェア、そしてサブスクライブの方もどうぞよろしくお願いします。